はい、皆さんこんにちは、アリエです。今回はですね、FIFA、19の19かな、の体験版をやっていきたいと思います。で、今回何をするのかというとですね、今、画面に出てますが、UCL グループステージ、こちらをやっていきたいと思います。まあ、UEFA チャンピオンズリーグがね、FIFA19 から、新たにFIFA の方に入るようになったんで、ね、それのプレイをしていきたいなと思います。はい、ということでまずグループステージですね。どこ使おう。まあやっぱパリですね。まあ、僕が一番好きなチームですね。パリサンジェルマン使います。で、相手はどうしようかな。そうですね、まあどうせならじゃあ香川選手のいるドルトムントにしましょうか。まあホームでいいか。ホームにしておきます。でドルトムントをじゃあアウェイにしておきましょうか。ではチーム管理誰が出るかな。なるほど。で、ネイマール、カバーニ、ムバッペの3トップので、アドリアン・ラビオ、ベラッティ、マルキーニョス、ダニエル・アウベス、チアゴ・シューバ、レイバン・クルザワ、レセルソかな。で、ブフォン、ブフォンか。でサブにディマリア、ドラクスラー、ラサナディアンラ、ヌクンク、まだいるのか。でキンペンベ、ムニエ、アレオラか。でさらにリザーブにウェアとか、ケビントラップがいたりとか。なるほど、オッケー。そうか、ブッフォンもね、ユベントスからパリに移籍してたんですね。そうか、よし、じゃあやっていきましょうか。Good evening and welcome ahead of what should be a pulsating night of football. I'm Derek Ray here on the commentary position, joined by Lee Dixon to help me describe all the action.ね、でしかも今年のパリの、ね、ユニフォームめちゃかっこいい。いや今シーズンのパリのユニフォーム個人的にかなり好きですね。まあ、去年のユニフォームとか、あとなんだっけな、上が赤で下が白の時とか個人的には好きですけど、これはこれでまたいいですね。そして、相手に香川選手がいるのかな。分からんかった。でもなんかいなさそうな雰囲気だね。おー、ラビオにムバッペに、カバーニ、ネイマール。おー、ちゃんと腕のタトゥーまで。ああ、リキャプテンがチアゴシウバ。実況は英語なんですね。さあ、で、まあ、今出ていて、うわー、やっぱいいっすね。ベラッティもいて、なんかブッフォンがね、PSG のユニフォーム着てるっていうのがすごい変な感じがしますが、ね、なんかユーベかイタリア代表のユニフォームのイメージが強すぎて、なんかすごい違和感があるんだけど、まあ、PSG ファンとしてはね、まあ、ブッフォンが来てくれたのすごくいいかなと思いますね。香川サブにいますね。
ピッシェクとかゲッツェもいるし、すごい。さあということで行きましょう。普通にちょい待って、ここあれそこじゃない。またオフサイドか。よし、あ、また間違えた。そこはシュートだろう。よし、いけ。でよっしゃ、あ、入ったよね。イエーイ。いやー、完全にゴリ押し分。おー、でも素晴らしい。いや、いいね、グラフィック。おー、かっこいい。いいね。カバーニー。いやーね、WCCF でも散々お世話になってましたからね、PSG 芝居というのは。いけ、ムバペケ。違う、これネイマールだ。ムバペケじゃねえよ。いけ。いやー、よし。おー、かっけえ。いや、かっこいいね、これ。これはまあ、ね、ナイスアシストですね。よしよし。2-0。いいっすね。ねえ、いや、まあ、おお、カバー、よし、いけねえよ。いや、あ、よし、あ、オフサイド。あ、ギリギリじゃん。マジか。あー、取られた。あー、全然違うとこだった。またオフサイド。ムバ、え？ちげえ、カバーにどこにいんねん。どこにおんねん。よし、これはオフサイドないでしょ。いやー、コーナーか。あれ、ゴーコーナーじゃなくてゴールキック。で、カバーに打ってコーナーだよね。さあ、ちょっとでかくなった。やった、ミスった。ベラティ、いけ。ネイマーさん、おー、 おあー、ゴールキック。おー、前半終了。
すげえな。うわ、ガチね。これはすごいね。お、よし、奪った。イケメン持って。ムバペ。いけ。うめえな。あれビュルキだよね、多分。で、誰が蹴る？アウベスか。ああ、惜しい、や、惜しげ。うまく打ったけど逆足か今の。くそよっしゃ、ハットトリック。And the ball is in the net. The crowd have gone crazy and quite rightly so. What a finish that is. これ面白いね。お、ラビオとムバッペ、アルベスも。お、すげえ、ファンがこういうなんかよくテレビ中継なんかである。おお、すげえ、うわ。映像綺麗。うわ、おお。ナイスゴー。いいね。そしてカバーにハットトリック。よし、行こう。もうちょっとあれですね、大きく見えるようになると多分設定でいじれば変わるのかい。よしげ、カバーに。違う、今誰だ、ヌバペか。本当に素人感丸出しプレーしてるな。まあ面白いからいいけど。いや、待った。おお、危ない。よっしゃ。またオフサイド。お、ゲッツェに変わってダフード。ほう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 。こっちもそろそろあれだね。ああ、待って、キープ。おー、ブフメス、クリア。いやー、ナイス。キリアン・ムバッペ&ディマリア入れ替え。ルカシュ・フィシチェック with it。 ムーブですよね。いけ。うん、ある。てかちょっとこれはユニフォームの設定ミスやな。よいしょ。見にくい色が。お、まだ変えてきた。ハキミの代わりにピッシェク。あ、違う、ハキミが入るのか。で、ピッシェクがあれか。で、コーナーからのいけ。いや、うわ。ああ、マジか、アラミだ。ほっ、よっしゃ、ナイス。ナイスというか、多分ゴッツァンパスカット。よっしゃ、いけ、カンマ。いや、待って。おぉ、またコーナー。ロマン・ビューティー。今のカバーニだよね。いや、ギリギリ。うおー、ナイスキー。敵ながらナイスキー。
よいしょ、ぶち込め。ああ残ってる、よし、うわあ、勝ったぜ。結局カバーリーのハットトリックだ。イエーイ、いいね、面白い。はい、ということでですね、初のちょっと体験版をやってみましたけれども、ね、グラフィックもかなり綺麗だし、ハイライト、ね、まあ、グラフィックもかなり綺麗だし、ね、本当にあの選手もしっかり、ね、なんだろう、こう選手がこう、ね、プレーしている姿っていうのは本物さながらにね、ね、見れますし、何よりやっぱり綺麗、動きがやっぱりね、ゲームっていうのはって若干かくついてる感がない、なきにしもあらずな気がするけど、うん、でもやっぱりね、グラフィックとかそういうのを差し引いても全然いいですね。PS4 というかプレイステーションシリーズで、僕なんだこのシリーズ、FIFA シリーズをやったことがなかったんですけど、で今回初めてちょっと体験版出るってことでやってみたんですけど、いやすごいね。いやもうウィーレは2018年もやったことあるんですけど、まあそれとも本当にね、勝るとも劣らず、とてもいい感じでした ね。でまた来週ぐらいかなにもうそろそろ出るので、来週再来週か、ね、ちょっとその実況なんかも、ね、せっかくなんでやっていければなと思いますんで、まあ、またそちらの方も見ていただければと思います、ね、確かね J リーグとかも出るそうなんで、名古屋グランパスとか使ってねっていうのもやってみたいなと思いますんで、ね、ぜひぜひその動画も見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回の動画は一応こんな感じにしようかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。